崎チャンネル、ジョップ。こんにちは。今日はですね、はい、プロとアマの違い。よく野球でもプロとアマあるし、はい、他の競技でもプロとアマあるじゃない、はい、プロとアマの違い何ですかっていう。だってアナウンサーの人もプロとアマあるでしょ、はい、いや、アナウンサーはもう資格とか。でもあの、うん、学生とかアマでしょ。学生だったらあのアナウンス学校行ってる、行ってたでしょ。行ってないんですけど私は。でもあれです、行ってないのよかったの、はい、私ちょっとみんななんかだってあの TBS の林先生の初耳学でもアナウンスが行ってないの。私行ってなくて、うん、私のアナウンサー受験の話、うん、私の個人チャンネルでしてるんでよかったら、うん、ここじゃない出さないから私あのアナウンサースクール行ってなくて、うん、もうあのキー局の試験が始まってからアナウンサーになろうと思ったんで、うん、アナウンサースクールちょっと行こうと思って門叩いたら、うん、もう遅いって言われて、うんうん、で行けなかったんです、うんうん、それはキー局落ちるよ、まあ、それはそうですよ、それは落ちますよでもまあ、はい、あのそういう学生の時に行ってる人たちも、はい、ある程度できてもまあアマチュアじゃんね。まあでもそれで学生でももうフリーの事務所に所属して、うん、お仕事とかしてたらもうプロ扱いになっちゃうかもしれないですね。じゃ扱いっていうだけで、はい、プロとアマの違いはって聞かれたら、あでもわかんない、アナウンサーってめちゃくちゃざっくりしてるんで、もうプロとアマの違い、はい、もしあるとしたら、もうでも実力とかでもアマチュアでもめっちゃ実力ある人いるじゃん。いやもしスポーツ選手だとしたら、スポーツ選手の場合はなんかもう環境が違うじゃないですか。でもプロでも2軍環境悪いよ。社会人野球とかよりやっぱ悪いこともあるんですか、2軍。悪いところもあると思う、施設的には。そうなんですね。社会人の方がだって大学の方が施設良かったりするから。あそうか、まあ、俺の、なんだろう、はい、プロとアマの違い何ですかって言われた時に、はい、ざっくり説明するとしたら一言で、はいはい、勝てばいいのがアマチュア、見せなきゃいけないのがプロ。あアマチュアっていうのは、はい、もうどんな試合内容でも、うん、どんなこうパフォーマンスでも、はい、勝てばいいっていう、逆に勝たなきゃダメっていう、はい、勝たなきゃ何も残らないのがアマチュア、うん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 、だいわば、まあ、オリンピック出てる人もプロの人たちいるけど、はい、基本的にはアマチュア最高峰はオリンピックだね、うん、だからオリンピックで勝つことだけが使命で、プロっていうのはやっぱりそのまあアマチュアでもお金を取って観客入れるけども、プロっていうのはやっぱ興行だから、はい、エンターテインメントだから、うん、負けても魅了しなきゃいけないんだよ。はい、野球だったら打った投げたとかだけじゃなくて、オーバーリアクションとか、はい、ファン盛り上げたりとか、うん、そういろんなことをしてエンタメとして見せなきゃいけない、だから魅了しなきゃいけないのがプロで、はい、もう勝負の勝ち負けだけでいいのが俺はアマチュアやと思ってる、はい、でその中でどうやって自分を持っていくかがプロとして一番大事なんちゃうかっていう。お金もらってんのがプロってなると、はい、社会人野球でもお金だけもらって、うん、社業をしなくてもいい人たち、いい、ね、あの、はい、会社もあるのね、うん、もちろんあの会社に行って会社の仕事をしなきゃいけない社会人野球チームもあるし、はい、じゃあ独立リーグはプロなのかっていう、はい、独立リーグって一応アマチュア扱い、一応プロっていう扱いらしいのよね。あプロ扱いの、はい、そう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 、お客さん呼んで、うん、そう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 、でまあそのお金もらってしてるっていうのもあるけども、うん、はい、まあ俺は基本的にもう魅了できるかどうかがプロフェッショナルちゃうか、だからアマチュアスポーツでも社業しなくてスポンサーからお金もらって、うん、その競技だけしてる人たちもいるじゃん、はい、でただ俺はそれはプロ契約っていうだけで、プロっていう肩書きがある人でも見せれてない人はプロじゃないと思うんだよ俺は。そこの差なんですね。そうそうそう、うん、だからもうもちろんがむしゃらにやってね、はい、ファンの人を引きつけたりとか、うん、こう喜怒哀楽見せないでポーカーフェイスでみたいなね、選手のいろんなスタンスあるけども、はい、俺はもうそれだけじゃダメやと思う。だからもうもちろん記録に残るが最高だね。記録に残らなかったも、だから杉谷とかね、プロだね。あ見せてるから、そうそう、やっぱその、うん、お金払ってる人たちがそれを見て楽しめることが大事じゃんね。だからその、はい、俺はまあ劇団四季とかよく見に行くんだけども、はい、そういうのも、まあ、魅了しなきゃいけないじゃんね。そうですね、うん、まあスポーツって常にパーフェクトにできないから、うん、それは、まあ、こっちは客だと金払ってんだぞ、何しょぼい試合見せてんだよっていうのも出ちゃうけど、うん、でもその中でだから俺は小宮山さんもプロフェッショナルやなと思ったのが、はい、小宮山さんがシェイクっていう、うん、ちょっと揺れながら落ちるみたいなのを、はい、開発して、はい、でもちょっと若干フォームも変わるんだけどね、うん、俺は聞いた話なんだけど、はい、一つの要素として打ち取る打ち取らないっていう技術的なこともあるけども、うん、その小見さんがその時出番がもう晩年だったから、若干ゲームが壊れた時に登板することも多かったのね、うん、でその時にファンの人をそういうボールとかそういうもので楽しませるっていうのも大事やっていう、はい、もう大敗してても、うん、その1球とかその投球を見て楽しんでくれることも大事だから、そういうのを投げるっていう。へえ面白い、うん、でやっぱプロじゃんね。そうですね、そうやって自分の持ち場が変わった時に、うん、そういう自分のプレーの中で負けたけどこれ見れてよかったな、この一つ見れてよかったなっていうのを見せるために、うん、それを投げる意思があるっていう、うん、で俺は出てきてね、はい、それして勝ってたんだけどね、はい、勝
ってたけど、やっぱりそれを期待してるファンもいるから、シェイク投げるかなって、うん、でそれをやっぱ出さなきゃいけないじゃんね。はい、で本当に申し訳ないんだけど、はい、相手日本ハムだったその時、うん、マリンで、でバッターが飯山雄二っていう、はいはい、守備めっちゃうまいけど、うん、バッティングはそんなんじゃない、はい、で2アウト、はい、ここは見せ時やなと思ってそんな痛手ないと、はい、うんうん、ファン喜ばせる、はい、ファンサービスの一環やと、はい、って言ってシェイクで連投連投フォームも違うから分かるんだよ、はい、もう投げる、はい、でも喜ぶじゃん、はい、投げた瞬間にわーってなるんだよ、うん、でもそれはまあプロだから見せなきゃいけないじゃんね、はい、でやったら、ね、続けて出したのさ、はい、そしたら左中間抜けていって遊びすぎ、ツーベースになったので、はい、ベンチ見たらボビーが真っ赤な顔して怒ってんだ必死、そっから絶対これで点取られたらやばいって絶対点やらないと思って、まあ、必死で抑えて、はい、抑えて結局点が入んなかったんだけども、うん、ね、でもそういうのも大事だと思うんだ、はい、だからあのホームラン打ったらねドスコイとか、うん、パフォーマンスやるのも、はい、そうやって熱男とかね、うん、ファンの人が一体化していいじゃんね、うん、だああいうエンタメ的なことをして結果はもちろん結果が出なくてもお客さんを魅了してファンの人を魅了するのが俺はもうプロとして一番大事なことやと思う、うん、でもアマチュアで一番大事なのはもうそんなところじゃないから、はい、やっぱ結果出していかないと評価されないからね、はい、まあ、その、うん、まあ、もちろん世界選手権で優勝したとかねいろんな大会で優勝したっていうのも大事だけども、うん、はい、結局アマチュア競技の中で一番評価されるのって結局オリンピックじゃん、うん、だって今回のね北京冬のオリンピック、はい、あったけども、うん、メダル取ってない人の名前で自分の好きな競技じゃなかったら言えないでしょ。そうですね、だってメダル取った人全員言ってって言っても全員言えないと思う、うん、終わったばっかりなのに。でもあれですね、じゃあもう夏の方で全然覚えてないんじゃないですか。東京オリンピック、はい、東京オリンピックなんて野球でしょ。そうですね、ソフトでしょ、はい、あと、夏、私もでも夏も全然覚えてない。夏誰、あれじゃん、スケボーね、あのスケート、四十住さくらちゃんとかがもうスケートボードですよ。真夏の大冒険、もう真夏の、そう、真夏の大冒険あれ真夏の大冒険、四十住選手か。もうスケボーで撮ったのは分かるけどちょっと名前出てこない、本当にごめんなさい。あとこれ自分の首絞めてません、あ、卓球ね、水谷さんとかなってくるじゃん、はい、だからやっぱそのやっぱオリンピックでやっぱメダルっていう結果がね、はい、やっぱ大事じゃんね、うん、だってあの今男子のスケボーの金メダルの人とか、はい、平野歩夢君とか、うん、今めっちゃ取材もされてね、はい、でもあれも金取ったから取材されるわけで、うん、あれ多分メダル取ってなかったら取材もされないと思う、そうですね、どんなパフォーマンスが良かったところでね、うん、だからそういったところでやっぱりアマチュアっていうのはやっぱりそのオリンピックでメダルっていう最高峰のところの結果が重要視されるけど、はい、プロはもうやっぱり見せなきゃいけないっていうね、うん、っていうところが俺はプロとアマの一番の違いかなっていうね。じゃあアナウンサーのプロとアマの違いも どうですか。やっぱりそこですかね、結構その資格とかがないのでプロとアマって結構ざっくりしてるところはあるんですよ、うん、高校生でもアナウンサー的なお仕事してる人もいるかもしれないし、うん、そしたらじゃあやっぱりその場をただやり過ごすだけなのか見せられるかの違いですかね。そうそう、だからそのなんか俺の思うねアナウンサーのプロとアマの違いは、うん、シリアスなニュースはシリアスのように、うん、ハッピーなニュースはハッピーなように、うん、その読む原稿に合わせて表情とか声のトーンで喜怒哀楽を表現しすぎずできるっていう、うん、しすぎちゃダメじゃん、はい、しすぎちゃダメだから。でも淡々だとね伝わりきらないから、あと立ち位置をちゃんと把握するっていうのとか、うんうんうん、出すぎず出なさすぎず、出なさすぎず、そうそうそう、そこがすごい大事なんですよ、うん、でもアナウンサーってやっぱりその、はい、演者じゃないから、うん、淡々と確実にこなすことだね。そうですね、うん、でも物によるじゃないですか。アナウンサーもラジオだったら一人で全部喋んないといけない、その内容全部ね楽しませないといけないしって、いろいろバラエティには飛んでるので、あとまあ聞きやすさもある。あ、そうですね、声とかの、うん、そこはまあ大事だね。大事ですね、うん、そうですね、まあ、あとはね、はい、皆さんが思うプロとアマの違い、うん、何ですか、はい、教えてください。